皆さん、こんにちは。ファンキーサークスプレイヤーの藤波美幸です。このチャンネルはファンク、ソウル、R&B、B、ロックなサックスのチャンネル。ぜひぜひチャンネル登録よろしくお願いします。えー、前回ですね、キレッキレに吹く方法ということで、セプテンバーという曲を取り上げて解説させていただきました。その解説内容というのが、 テヌートとスタッカートをつけるだけでこんなにフレーズがグルーヴしますよという内容です、えー、見逃しちゃったよっていう方はですねこちらの動画概要欄にも貼っておこうかなリンクねはいそちらはねまた見ておいてくださいねで今日はその続きというかセプテンバー以外でのバージョンということでお送りしますれフレーズをキレッキレに吹く方法 えー、テヌートとスタッカートを用いてこんなに変わりますよっていうことで今日はスティーブー・ワンダーさんの「アイウィッシュ」を用いてレクチャーさせていただこうと思います。はーいじゃあ早速もうやっちゃいますね今日はうんアイウィッシュの A メロがあって B メロうん B メロを使いたいんです。B メロがですね,こ,ういう感じですねこの このように吹きたいんですけども、まずじゃあこの楽譜を見てください。このまんまで吹いてみますね。 注目していただきたいのはこちらですね。うんうん。ここの丸をつけているところの楽譜。うん。ここにね、手縫うとスタッカートを散りばめるだけで、めちゃくちゃ聞こえ方変わります。散りばめると言ってもですね、適当に散りばめるではなく、こんな感じです。うん。ちょっと見てください。はい。まず、最初の レ0レ0のところにスタッカートをつけます、ね、そうするとっていう風になりますでこれまた同じフレーズがここで出てくるんですけども次出てくるんですけども同じように吹いてもグルーヴ感ちょっと失われちゃうんですよね。 で、どうするかというと、次は、テヌートにしちゃうんですよ。で、どうなるかというと、こんな風になります。ちょっと吹いてみます。ね、スタッカートつけたフレーズと、テヌートのフレーズ、これ全く同じものなんですけど、めちゃくちゃ聞こえ方変わりますよね。 そうなんですテヌートやスタッカートをつけるだけでフレーズってものすごく聞こえ方変わるんですよね。聞こえ方が変わったりあとそのキレッキレに聞こえたりとかってね要はそのニュアンスのコントロールができるっていうことなのでなのでこのスタッカートとテヌートの使い分けコントロールっていうのはぜひぜひ 習得してもらいたいた技の一つです,、ねうん、すっごいファンキーになります。うん、ということでですね今日と前回と「うん、スタックアートとテヌート」でこんだけフレーズが変わりますよというのをフレーズとか曲を使って伝授させてもらいました。またこのような形でですねこれからフレーズとか楽曲とかを使って。 まあこれはこ,このロングトーンがかっこよくなるよとかうんここのフレーズを色っぽくするにはどうしたらいいんだろうどうやって吹くのみたいなねそういう伝授とかをやっていこうと思っていますのでぜひぜひチャンネル登録してお待ちくださいねということで今日も最後までご視聴いただきましてありがとうございました高評価ボタンお願いします励みに続けていく励みになるのでよろしくお願いします それでは今日も最後までご,ご視聴いただきましてありがとうございました。また次の動画で。